最後まで聞きましょうねってよく言うじゃん。訂正します。最後まで話を聞いてはいけません。誰これ、これこいつ、このこれ誰、これ誰。今日のテーマいきます。ででん、聞き切ろうです。では早速ワークいきたいと思います。聞き切ろうって書いたんだけど、よく聞いてね、よく聞いてね、聞けない人がいるから。聞き切るのイメージをドゥワーと書いてください。相手の話を遮らない。あ、遮らない、 OK。 はい、相手の話を最後まで聞くいい声してんないい声してんな、本当。最後まで聞く。はい、本当に伝えたい真意に耳を傾ける。本当に伝えたい、伝えたい真意に耳を傾ける。はいはい、傾ける。はい、自分の考えを言わない。アピー。あ、ごめん、一言誰々ですって言ってから行こうか。あの正解とかじゃなくてイメージでいいからね、自分がね。はい、うん、聞いている言葉だけではなく、うん、感情も聞く。感情も聞く。も、もし一緒のしかなければ、あのバースって言ってくればいいですよね。はい、途中までしか言わないから、そこからは自分で考える。自分で考える。はい。はい。その人の本心に触れる。本心に触れる。はい。疑問に思ったことは質問して、すべて聞き出す。質問する。はい、OK。はい、OK です。そう、気取りだよね、そうね。質問する。はい。はい。相手のペースを大切に。あ、相手のペース。いいですね。はい。心の声を感じる。心の声を感じる。これってなんか聞くとなんか違う雰囲気じゃないですか。雰囲気的にね。で、これが正しいかどうかって話じゃないんですけど、こうやって人の話聞いてるかなっていうことですよ。で、ちなみにさ、最後まで聞きましょうねってよく言うじゃん。訂正します。最後まで話を聞いてはいけません。え、あ、そうなんですか。ごめん、何を言いたいかというとね、本当はどうなりたいって言ってワクワクさせるっていうのもあるんだけど、実はね、このワクワクな未来を描けない人ってやっぱいるの。だ、僕よくやるけど、こうなったら死んでもいいって世界、どんな世界ですかって言うんだけど、いや、もうそんなわかんないですみたいな。あ、そうなんですね。1年後は、1年後、いや、別に、あ、みたいな。わかんないですみたいな。いるわけ。こういう人たちにとって、まずね、すげえ大事なものがあって、それが安心感と呼ばれるものです。安心してる。安心感がないと、人はやっぱり希望をなかなか見出せないんですよ。例えばこれ今リアルで参加した人も、初めは来た時に全然知らない人ばっかりじゃないですか。安心感が持てないと、ちょっとキュッてなっちゃうわけ。で、緊張とかするわけ。で、緊張してる時って視野っていうのは狭くなっちゃって、で、そうすると、この状態で、例えばリラックスしていこうよとか言っても緊張してるもんだから、もうパフォーマンスとしてはすごく低いわけなんですよ。これ分かるじゃないですか、緊張してる時。その時にはもちろんリラックスする必要があるんだけど、じゃあなんで緊張するんですか。それは不安なんだから。聞き切ろうって話したんだけど、みんなは相手の話を聞き切ろうって思ってたわけ。でもここにはどこにもそんなことは書いてない。自分の感情を聞き切ろうねっていう話だ。なるほどって思ったのは、これどっから来るかというと、そういう授業を常日頃からしてきたわけが、学校先生。これ知らないんだろう。二次方程式をなんとかね、つまんないと思った。じゃなくて、初めこう思ってたものをぐるんと変えるみたいな、こういう授業やってきたわけ。だから学校の先生やっててと。で、こう思うと、これ聞くと、私講座しようと思うけど、先生の経験ないから、誰これっていうと、これ、こいつ、これ何これ誰こいつをエゴだよ。このエゴが出てきた時に、これを潰しちゃダメなの。こいつの声を聞いてあげるし、あ、こういうのを感じるんだな。これダメじゃないじゃないですか。そう、当然思うの。これ否定したらダメ。これを聞き切ってあげるし。聞き切った上で、あと何が残るんですかっていうと、何もないよね。いろんなものが出てきて。で、本当はどうしたいっていうのはコーチです。うん。で、いやー、こっちのこいつ、エゴさんが出てくるんですけど、あ、出てるね。で、どうしたいって。これをしつこくしつこく、昨日の懇親会では、やったから、やりますって聞いてあげるんですよ。その、やりますのことが、不安や恐怖、恐れから来ることだったら、俺は違うって言うけど、やりますって急に来たら、って言ったら違う。あれなんですよ。さっきちょっと話したんですけど、かかっちゃうっていう表現を僕するんですけど、勢い寄ってきて、かかっちゃうときに、喋りすぎちゃうんですよね。
コーチングって言ってるのに話してる時っていうのはおかしいんです。さっき言った止めて喋ることもあるんです。だから答えなんてないんでね。コーチングは話を聞くものだ、これも違います。でもコーチングはアドバイスすることとも違います。このバランスをとってください。答えがね難しそう、そう難しそうかもしれないけどやってみると分かる。自転車だってよく考えてる。自転車の初めに乗ろうと思った人どういう神経してるの、あの2位の初めに乗ろうと思った人頭おかしい。誰かが乗ったんよ。バカじゃないだあいつ2位で乗る、え乗ったみたいな、えって言った時にあ自分もできるかもって思った人ができるんだよ。で今全人類で自転車を乗れないと思ってる人は自転車を乗れない人います。実は乗れないんです。あここにいない、でもいるよね、クラスにさ。ただ自転車が乗れないだけなのに、俺は何もできないんだ。これもやばいじゃん。いや、あなたは自転車が乗れないだけで、この学校では勉強ができない人のできない度合いたるやすごくない。勉強ができないっていうだけで、てか勉強ができないっていうのもまた、ざっくりすぎなんですよ。算数の九九ができないっていうだけかもしれないのに、俺は勉強できないとか言い出すから、俺そこ詰めるわけ。え、本当？何ができないのって言うと、ここだよってなって、あ、じゃあそれやればいいねって言って、うんって言ってやればいいんだけど、なんでできないのって先生言っちゃうから、暇じゃないから、忙しいから。だけど、一つ一つ抽象度が高いものは、具体化していったら、問題点と言えるようになってるだけなの。コーチングっていうのは話を聞くっていうのは、その問題点をまず明らかにしていこうよって話だけなんだけど、その時話聞かなきゃ、え、どこが困ってるの？え、具体的には、これもコーチング。なんだけど、話を聞くだけじゃなくて湧いてきた感情をしっかり味わわないといかんよって話したの。コーチングって何ですかって分かんない。いっぱい10スクールぐらい俺もコーチングスクールって言ってきたけど、コーチングって何ですかって言ったら、よくあるのが対話による対人サポートとか言うけど、それも超抽象度高いじゃん。だから半年間で何か見つかるのよ。だから僕のコーチングは僕だけのコーチングなんだけど、皆さんのコーチングもオリジナルになるわけ。最終的に湧いてくる感情みんな一つずつ違うから。ドラゴン先生はどうするのかとか、正解のコーチングはって言ってる時点でもうやばい。ないの正解。ただあるとするならば、偽物のこのメンタルブロックから来る助けないばみたいなのなのか、本当に内側から湧いてくる純粋なものなのかによるっていう感じかなと思います。だそれは普段から感情を蓋せずに、感情をちゃんと出せるようになってくると分かる。あ、これ本心から言ってるなってだから偽物の私なんか講演会があって、こいつを叩き潰す前に一回こう言ってんだなって。だからオウム返しすべきは何か、自分の感情です。かつくって思ってるんですね、難しそうって思ったよね、腹減ってると思ったよね、美味しいと思ったんだよね、これをやってほしい。そのためには言わなきゃ分かんないじゃんかということで、言ってもらった感想を、聞いていきたいんですけど、リアルな方で、はい、お昼女性の方とランチをしてきました。おそこで感じた気持ちがあって、はい、皆さんがやりたい夢とか、うん、こうなったらいいなを聞いた時に、はい、本当に芯からわあ絶対なれるいいじゃんっていう気持ちになって、うん、ただ今ここで3人とかでコーチングした時は、うん、メンタルブロックと言われる、うん、そのあ分かる分かるとか、うん、助けたいじゃないですけど、うん、共感ついしちゃう、あ、はいはい、そういうのが強く出ちゃう。バランスと、うん、そのメンタルブロックが出た時の対処法を僕も学べるということで楽しみです。いいですね。共感がダメなんじゃないですよ、共感度合いなんでね。話聞いてて涙が出てくるかわいそうにって共感しすぎ、なんでもバランスなんですよ。共感全くないと信頼関係結べないじゃん。初めからそんなの何言ってんのって言ったら、それあのバッキーの夫婦の関係で、ね、共感できない。共感はある程度にほとんどもういらないよね。コーチが始まったら目の前の人はどうせうまくいくんだから、共感ならいらないですよ。今そう感じてるんですね。偉いなとしますけどね、うん、シャンタイプの女性は結構多いです。あ、男女で分けるというよりも女性のとか男性のっていう、俺結構女性性強めなんですよ。結構女性分かる、だからこんだけ女性来てる。この人は全然分かってないってなると来ない。でも男性性も強いよ。だから結構なんか強いですよね。だからこうやって来る。